久保さん感動した。小泉純一郎、小泉さんかな、感動した。あの若の花かなんかが怪我しながら優勝した時にトロフィー渡す時に感動したみたいなね、なんかやってましたけど、あ、今のお話良かったですね。めちゃくちゃちょっと聞き入っちゃいましたね。まああのすみません、食べてます、いただいてます。まあ車の中はね、やっぱプライベート空間でいいっすよね。なんかね、飛行機とか新幹線の中では味わえないというか、まあ無理な感じじゃないですか、ここまでプライベートな。まあ僕なんかタバコを吸うんで、タバコも吸えますから全然。なんかその気を使わなくていいというか、だって周りいないですからね。新幹線とか飛行機は周りいますけど、車の中僕一人しかいないんで、ね、全然気使わなくていいっていう。これうめえな。これなんか初めて見たんですけど、うまい。これ無糖、あ、砂糖不使用っすね。東京恵比寿にいて創業、たった一杯で幸せになるコーヒー屋を目指して、一杯のコーヒーに関わる全ての人がつながり、お、うまいな。うまいっす。これは、甘くないし、うまいな。まあ今ね、そうそう、ちょうどしかもね、なんでこれ動画撮ってるかっていうと、高速と、まあ下道、どっちにしようかなと思って、で、僕が選んだのが、あのこれ今8号線を走ってるんですけど、8号線走ったことなくて、で結構でかいんですよ。で8号どこまで続いてんのかなみたいな。で今8号線をね走ってるんですけど、走りやすいし広いしいいっすね。まあ僕下も上も使うんですけど、まあだから広島とかあたりだと2号線ですかね、2号だったかな。結構2号線も走、もう高速道路っぽいですけどね、2号は。この8号も結構長いのかな。だからなんだろうな、下道は下道の景色があるし、上は上の景色があって、でも上ってあんまり変わんないんですよね。高速道路って。だから、景色を楽しむときはやっぱ下使うし。だからまあ久保さん、旅って本当にその人生に表せられるなと思うんですけど、目的っていうかさ、ね、死ぬ僕たちは何に向かってるのかっていうと、生まれた瞬間死なんですよね。死に目的と、目的ではないかもしれないけど、生まれた瞬間まあ死が確定してるわけですよ。だから最短で行くんだったら生まれた瞬間死ぬみたいなね。結局その生きてる間の中でどんな思い出作る、どんなそのそこに映画があったりストーリーがあったりとか、それがまあ人生だと思うんですよ。ただその目的地に、なんだろうな、移動するっていうか、まあ時と場合にはもちろんよるんですけども、なんかそれを楽しめる人生が僕はいいと思うんですよね。要は、その選択ができるってことですね。だからもし僕がサラリーマンやってたら、まあ時間に追われてるわけですから、まあもちろん僕もスケジュールがあるときはそこに追われたりするわけなんだけども、もうこの後スケジュールそんなないんですよ。この前まではちょっとね、まあ会うっていうのがちょっとあったりとかしたんで、ちょっと詰め詰めで行ってた部分もあるんですけど、もうないんで、とりあえずは。ただね、ちょっとね、商品の販売があるんで、早く帰ってし、やんないといけないなっていうのもあるんですけど。まあでもそれもそれで調整もできるんで、まあ別にね、人と会う場合はその人と時間を合わせないとダメなんですけど、自分でやる分には自分がなんか調整すればいいだけなんで、人と会う場合は相手の調整もありますからね。だからね、ほんと僕はまあ久保さんはね、僕をよくまあずっと見てると思うんですけど、やっぱその東京で働いてる時と比べてマジ人生観が変わったというか、なんか今が一番楽しいですし、なんかその選択ができるんで、いろいろと、だから自由に、
まあお金を稼ぐんであるならば移動しながらでも別にセールス、もう今日もね、今日も明日も一応この前売ってた商品の着金日が今日と明日で最終なんですよ。で今日の夜と明日の夜ももう動画予約投稿してもう勝手に投稿されるんで、だメルマガは書いてないんでどうしようかなっていうのはありますけど、うん、まあネットってね別に何でもできるわけですよ。あと別に予約 YouTube 昔予約投稿なかったね。予約投稿便利っすね。予約投稿超便利ですね。うん。だからまあ、ステップメールとかもありますしね。だからなんかね、なんかできんすよね。本当に。まあ、この億万長者合宿はちょっとタイムリーな感じですけど、いつも。億万長者合宿を予約投稿はしないな。まあだからまあちょっと小泉純一郎さんの小泉さん名前ちょっと下小泉も総理大臣ですね元。やっぱまあその言葉にまた戻すんならば、まあ感動するような場面をにどれだけ遭遇したのかっていうのが結構人生の中でもまあ一つ大きいポイントかなと思います。だからまあ下道でこうゆっくり行くと、まあ雲だったりとか、景色だったりとか、まあすげえなんて感動するポイント、まあ高速もあったりするんですけど、まあ下の方が出現率が高いんで、やっぱ下道の場合だと、ね、決められて、まあ下道も、まあなんだ、まあ、うん、高速と違って、高速道路はそこの場所しかないんだけど、下道っていろいろなとこ行けるので、だからスポット的にはいろいろありますからね、下の方が。高速道路はもうそこしか動けないですから、うん、8号線走りやすいですね結構。まああとこの8号線走ってまあどっかちょっと海沿いどっか寄ろうかなと思ってるんですけど、うん、暑いな久保さん。今気温ね30度ですよ外。今ちょっとクーラー止めてるんですけどやばいですね。そろそろやばくなってきたそろそろやばくなってきて、サウナになってきた。30度っすよ。今30.5度だな。福井。今福井。もうちょっとで福井か。やばいっす。30度。くそ。30.5度になってね、今。うん。では。